はい、どうもゆたりんです。今回も皆様、降臨ダンジョン、お疲れ様でございました。私、ゆたりんですけども、この1週間は、親知らずをね、ちょっと抜きまして、激痛に耐えながらの降臨ダンジョン。ということで、結構まあ大変だったんですけども、まあ今回はね、結構接戦でしたね、上位の方は。で、最後の最後ちょっと寝落ちをしてしまって、まあ、前回も7位だったかな。同じ結果で7位ということになりました。本当僅差でしたね。あと4回とかね、6回。6回か。ですね。それぐらいの僅差で、ちょっと何とも言えないまた結果になってしまいました。で、今回はね、マヨさん含め3名の方が1位ということで、同率すごいですね。3人1位ということで、まあ、この皆さん10連されたのかなと思いますけども、まあ、羨ましい限りですけども、まあ、ちょっとね、次回もね、次回独立だっけか、独立新降臨ということだったんで、まあ私もそこそこ独立は持ってるので、まあ、頑張って、次こそ1位になりてえなとは思いますけど、まあ、それなりに頑張っていきたいと思います。まあ、1位のね、3人の方、本当におめでとうございます。次回もね、頑張りましょう。ということで、今回もチャンピオンガチャは3回引けるということで、引いていきたいと思います。今回もオシリスさんとか、まあ、あとはアーティファクトでね、やっぱり底上げ、攻撃力をね、底上げしたいと思いますので、まあ、まず何かしら当たってほしいなと思います。まあ、3発しかないので、よし、早速やっていきましょう。1発目、星4、起きたね。アーティファクトだな。ああ、かぶりか。そうくるね。まあいいや。神玉3000は美味しいけども、ちょっと新しいの欲しいよ、さすがに。まあでも1個でだからね。まじ滑舌がね、まだ痛みが残ってるんでね、うまく喋れない。起きと。ちょっと待って、かぶり2つ、4。次出る？ まあいいや、もう無心でバンバン引いていきます。3つ目、まあそうですよね。あ、これもかぶりかい。 はい、ということで3かぶりで、まあ神玉ちゃんがかなり増えましたね。8000個になったな。 まあ、レベル上げはこれではかどるかなと思います。とね、まあ、今回は、普通にガチャも引きます。降臨ダンジョンでね、まあ一応、ルビーは使ったんですけども、なんとか500個残しておきましたので まあ、スピードタイプ3倍に、ね、上がってるっていうことで、あれ？あ、そっか。まあいいや。スピードタイプはね、どうしても降臨ダンジョン最初の方を特に使えるので、まあこの先も当たれば使っていけると思うので、まあ何かしら一つでも当たってほしいなという気持ちを込めて、10連だけ今回引かせていただきたいと思いますので、ちょっとチャンピオンガチャかぶりばっかりだったんで、なんか1個ぐらい、1個ぐらい欲しいな、何かしら。よし、じゃあ、いや、引いていきましょう。頼みます。ルビー500個しよう。頼むぞ。何か一つでも。あ、ちょっと、出ねえか。いやー、厳しいなー。むしろ全かぶりじゃね。はい、全かぶりです。一気に神玉増えましたね。はい、
ということで、まあ逆に、これは、一応ね、降臨壇上用にパーティーは組んどいたんですけども、レベル上げします、この後に そっかそっか、ちょっと新しい顔は見れなかったですけども、まあレベル上げして、次回の降臨ダンジョン挑んでいきたいと思いますので、皆さん頑張っていきましょう。ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。じゃあありがとうございました。バイバーイ。